はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？あのね、今日ねコメント見て、ああこれ面白いなと思ったんでね、またコメントから紹介いたしますね。長田純さん、いつもありがとうございますね。長田純さんはあの前ね、なんだ、ローリングスジャパンさんにコメントをいただいたね、あの例のあいたたたたっていうね、鋭い方なんだけど、すごいなといつもこの人思ってたんだけど、その方から長田純さん、このグラブの他にもあのこのいくちゃんさんのねオーダーです、ピンキーループがないモデルがあって、小指の内側がどうなっているのか気になってました。マルチと同じということですね。おー鋭いね。全く同じではないんですけども、それについてあのこれどうせあのプレミア公開はあのメンバーさん向けだからね、ニッチに行こうと思うんだけど、これピンキーループないでしょ、マルチ前紹介した時にピンキーループないですよ、ふかふかですよってねお話でお見せしましたけれどもね。でいくちゃんさんのこのオーダーはこの内蔵したループこっちから見た方がいいかな、あ、ここから見えるか、これ自体がすごいふかふかなループになってます。で角度もあのこのループの大きさも、普通でもフィンガーシフトでもバッチリの、私の場合ですよ、バッチリの感じのポジションになってるんだけど、こちらのマルッチさんの方はあの同じようにこれループがなくて、それでふかふかになってますっていうのはこの内張りのライニングからループをギュインって出してるんで、ふかふかな感じなんだけど、ちょっと違う、だから向こうの方がふかふか、あのいくちゃんさんのやつの方ね。でまああのあれなんで、せっかくだからねこれちょっと開けてみます。で皆さんにね、あのこんなんでしたっつってねお見せしたら納得していただけるかと思うんですよ。まずはあれですね、ループの感じをちょっと見ていただこうと思いますね。あ、これこういう通し方がたまにあるんだよ、これね、クロスクロスですね。これを外したら中見えるんで、こうなってます。だからここがふかふかのとこでループがこういうふうに出てるからね。でもこれどうなってるか気になるよね気になるのでちょっとさらに、ヒールを外してみたいと思いますね。そうするとなんかサムループ、ピンキーループの端が出てないんだけど、どういう構造になってるんですかっていうのがね、皆さんに見ていただけるかなと思うんですね。ねえ、長田純さん本当に視点が鋭いね、この人ね。この前のローリングスジャパンのやつ面白かったけどね面白いと怒られちゃうな、まあ多分見てらっしゃらないと思うんだけど私が言ってるわけじゃないからね、長田純さんがそう思ったっていうねお話をされてたので、それを紹介したっていう格好ですけどね。あれコメント返しの回だったっけな、たまにやるんだけどね、コメント返しね、あんまり面白い内容だと、あ、これは動画で取り上げた方がいいんじゃないだろうかということでね、やりましたけれども、そうだな、大概はあんまり内容のないねコメントが多いんだけど、たまにこういうね鋭い、これはためになること書いてあるなっていうのがねあるんですよね、僕のグローブシワが入っちゃったんですけどっていうか、スモさんのいつものあれじゃないけどね、どこのブランドが好きですかとかね、お昼ご飯は食べたんですかとかね、それはちょっとなってなるやつね、ああいうのじゃなくて中身のあるやつね、じゃあ最後まで来ましたんで、あれこれ
純巻きだよな、純巻きだけど中に入れてるのか、これは。そういうことですね。こっちに出してない、そんなところも違いますけれども、まあ元通りしますけどね、うん、だから中に挟んでるんだな、これ。あ、挟んでるな、うん、はい、取れました。じゃあ見ていきますね。こういう感じです。こっちは普通に留めてある。あ、でも柔らかい革使ってんな。で、ここがふかふかゾーンで、こっち側にあ、え、ちょっと待って、こっちの端がこっちだろう。あ、これちょっと見えないけど指で触るとわかる。あのちょっと見えるか、ループの先がこう縫い込んであります。見えますか、ここほら、この白いやつね、縫い込んである、これがあの奥の方のループの先で、もう一つはこっちの方に、これ見えないな、こっち側になる。で、スポンジが入ってるのも見えますよね、ここね、うん、だからふかふかです。おー、で、親指は、あ、親指見えないか、これは、あ、親指はもうふかふかのこのスポンジ入りの革パーツを丸々縫い込んだのか、こっちに縫い目が出てないな。この襟側のところに縫っちゃってるのかな。指で触ってみますね。あれ、おや、あ、そうだな、この襟側の端でこのこれの内側をね、中通って縫い止めてやる。はあ、こういう作りか。で、こっち側もスポンジが入った革になってるから、うん、で、あれです、エアフローみたいなんじゃなくて、これはポコッとした、まあ、エアフローのと同じか、もっとポコッとしてますね。はい、ドライフォームとかエアフローみたいにね、こ形が成形してないけど、このままポコンと入ってる。ふかふか、はあ、非常に他社の研究をしまくって、なおかつ自前のアイディアを少し入れてるっていうね、少しずつ添加してるっていうね、上手に作ってあると思いますよ。非常にこう柔らかい作りになってますね。状態税込み33,000円、公式でこの値段と安いもの、うん、ということで今日はね、ピンキーループサムループの先が出てないよ、どうなってんのっていうね、そういう回になりました。非常にメンバー向けの中どうなってんのっていうね、内容のどうないい動画、内容のいい動画になってるのかなと思いますけどね、うん、さあ、誰だったっけ、長田純さん、今回もコメントありがとうございました。皆さんの勉強になりました、私も勉強になりました。今後ともよろしくお願いいたします。それでは皆さん、さようなら、うん、すごいよね、ちょっと返信しといたけどね、うん、よくご存知ですね、いつもコメントありがとうございますね。